今回はディズニー、ピクサーのヴィランを語らうみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。最近はこの人が話題になってるね。魔法じゃなくて顔の良さばっかり誇ってるの面白くて好き。持ち歌が神なのはもはや前提条件とかしてるとこある。今回に関しては本職が歌手なのもなおさらえぐい。なんてブレイヌンナのところ好き。要約すると、俺がお前らに人助けをするのは完璧な俺が好きでやってることだから見返りは求めない。でもお前らは何も持ってない怖さや失う怖さを忘れていないなら、夢を忘れて俺に感謝するぐらいはできるだろう。感謝の気持ちを忘れるからもっとくれと欲が出るんだぞ。ってことなんで、悪人の言ってることのはずなのに基本的に納得しかできない。爽やかな曲調と歌詞から国王の人間性見えるのいいよね。なんというか、本当に抱えきれなくなって、それでも守れるものを守ろうとしたのも事実で、でも結局守ってるものが自分と私の王国だけになっちゃったのがよくわかるよね。バーフラ様よ、ここまで森久美子の声が似合うキャラは金輪際現れないよ。森久美子さんの哀れな人々は好きなんだけど、悪役らしい下劣さは言語版の方が勝る気がする。全然美人でもなんでもないデブのおばさんなんだけど、細かい演技が良すぎて不思議なセクシーさすらあるよね。個人的にはハンス王子が最強のヴィラン。強さでは下から数えた方が早い方だけど、ちょっと演技力が高すぎてな。ファンタジックな悪党というより生々しいサイコパスなのが生理的にきつい。こいつ変に画策しないで普通にアプローチしてたら結構うまくいってたんじゃね？って思うんだが、ああいう動機で近づいて幸せゲットして普通に暮らしてる人いるだろ。こいつ割と同情してる。つぐしゃくいもない末っ子で結婚以外で貴族であり続ける手段がないし、今さら生活の質なんて落とせるわけない。美貌は男の方が維持が難しいだろうからタイムリミットは迫ってるのに、せっかく騙せた女には用心深い王位継承を生まれながらに約束されてる姉がいる。喉から手が出るほど欲しいものを特権とも思わず退屈だって過ごしてる善良なアホイクルメれば脅かされない王位が手に入るんだぜ。悪魔が囁いちゃうだろ。しかも裏設定によれば愛情を注いでくれたのは母親くらいで、父親や兄貴たちからはろくに期待もされずに冷遇されて育ったらしいんだよね。そう考えると謝罪も反省もせずに一方的にハンスを罰した父親や兄貴が真のヴィランかもしれない。変に欲張らず、穴と結婚してそこそこの立場で暮らしていけばよかったんやって思う。王の血は常に欲深いのだ。ヴィランに限らずディズニープリンセスもそういうのいるじゃろ。もしカレミア品があんまなくて穴への愛も本物だった場合どうなるのか気になるな。あのコールやつって真実の愛があればなんとかなるんだっけ？なんとかなるはず。なるほど、サンクス。フロローという童貞丸出しソングだけで永遠に語り継がれるヴィラン。パリ焼き尽くしかけたんだよね、あれやばくね。差別主義者、変態、権力を私利私欲に使いまくって丸人、ホーカー過剰幽閉、異様に美声。どれも10点満点すぎる。異様に美声。他のオトルダムの作品と違って火事もど引き取った原因も悪役になっているのもひどすぎる。弟の子供だったバージョンは声でパリ役の脇もやばだが、カジモドを縛り付ける感じになったのは弟の剣が理由なのはわかるし、カジモドを保護し育てたのはあの時代なら善行だと思うし、映画はそういうもん一切ないから悪役として純粋高いからディズニー悪役としてはふさわしい。他作品というより舞台版はそういう設定なだけじゃねえの。そういう設定の作品もあるって話ならわかるけど、ディズニーのノートルダムの鐘のフロローとしては映画版が基準になると思う。そうだわ。原作はただ捨て子を拾っただけだった。映画ノートルダムの鐘は拾った経緯からして罪を重ねてるから悪役してレベルが高い。みんな大好きハレスおじさん、把握的にも空的にもあんだけ付き合ってりゃおじさんだよ。ほとんど覚えてないけど、クルエラの実写版は1と2ともに面白かった記憶。マラーゴーテルとか改めて見直してみると、誘拐犯が被害者に自分を母親と呼ばせてるのが割とおぞましく感じた。お母様はあなたの味方のリプライズが良すぎる。ラプンツェルがお母様待ってって思わずすがるのもわかる迫力。
よくラプンツェルがあっさりゴーテルを見限りすぎだって言うけど、いやいやそれ洗脳だから。いくらそんなひどい子育てしてなくても、親から誘拐した上、人の自由奪ってる時点で極悪だからって言いたくなる。ただ若さと命を保ってた花さえあれば悪いことなんもしなかったし、王様が取ってはいけないと言われた花を取って髪だけで髪で済ませるつもりが、髪を切ると効果がなくなるという、もうどうしようもねえ善の末の犯行なんだよな。ラプンツェルが親離れしたら若さ保てずに消滅という、育て方はあれだったが、じゃあ他にどうすればよかったんという点は同情されやすい。普通に花を諦めて老いを受け入れればよかったんじゃないすかね。生命維持も兼ねてた状態だったし、受け入れたら消滅となるとな。命に関わる大事な花ならもっと巧妙に隠しとけしとけっていうね。そもそも家来に発見されて持っていかれたのも本人のポカが原因だし、ぶっちゃけ自業自得としか言いようがない。ゴーテルからしたらむき出しの心臓外視持って歩いてる状態だし、空部屋に閉じ込めておきたいよな。外なんて出歩かせ、ショートヘアに興味持たれたらそれだけで死ぬ危険が出てくるし。ラプンツェルはゴーテルに閉じ込められてたけど、ゴーテルもラプンツェルに縛られてるから、この二人はお互いの自由を奪う存在だよな。そういう考え方は一理あると思う。とはいえ生まれたばかりの子供を連れ去ることは許されない行為だし、だからこそ一番嫌いなヴィランなんだよねゴーテル。こいつテレビシリーズで若返って子供を産んだのに、その子の面倒をネグレクトしてラプンツェルの世話だけしてたんだって。そしてその子供が後にラプンツェルの友人になってヴィランになるという。そんなのあるの？ラプンツェルシリーズってテレビシリーズだと、カサンドラっていうラプンツェル専属の護衛犬親友が登場するんだけど、物語後半になると彼女の出生の秘密が明かされる。その秘密が確かゴーテルが若い姿で産んだ子供がカサンドラで、ゴーテルは彼女を育てることを放棄、ラプンツェルを育てることに力を入れてた。そしてカサンドラはラプンツェルのジップ、国王、ガイル国の兵士が拾って養子として迎えられたって内容だったと思う。本当の父親とかなんでシングルマザーしてたのか確か明かされてなかった気が、そういうとこが不明だから判断しづらいとこあんだよな、ゴーテルって。とはいえカサンドラよりラプンツェルを優先した結果育児放棄したのに変わりはないからな。最強といえば自分はピノキオのヴィラン。特にコーチマン。こいつ退治されたりはしないんだよね。ピノキオはこいつといい、ファウルフェローモンステロといったヴィランが多い珍しい作品だよな。ピノキオは原作が当時のイタリアの腐敗した社会と教養がなく、民族クソ悪い国民の風刺をやってるから、その影響で悪役が成敗されない。その代わりピノキオに痛い目見てもらって成長を促す話になる。ちなみに原作だとキツネと猫がドン引きレベルの畜生オブ畜生で、ストロンボリの親方はピノキオの境遇を見てちょっとだけ情けをかける性格になってる。ハンスのおかげでアナ雪唯一のヴィランソングが扉開けてなの好き。ライオンキングのスカー好きだったな。境遇的にああするよねって感じがした。あとなんか獣のくせにエッチだ。この王様、もしついすでに量があったらどんな感じになるんだろう。やっぱりルニーも生まれながらの王子とかお姫様とか、今まで自分が生きてきた中でどれだけ周りの人に助けられて生きてきたか認識してない人多くね。そういうこと認識しちゃうと夢がないって言われるだろうけど。でもディズニーはゼウスとかアナみたいな日だけど無神経な善玉を皮肉ってはいるよ。狂うほどの労働に恨み募らせるハデスの嘆きに耳も貸さずジョークだと笑って相手にしてないゼウスは確実に無意識に誰かの努力を搾取する側として描いてる。それでも逆境に負けないでいたり、環境を変えて評価されればヒーローヒロインなんだけど、ハデス様は宇宙が欲しくなったので。ハデスは語り手の女神たちからも絶対に怒らせてはいけないって言われたし、もともとあまり関わらない方がいい神ではありそうな気がする。マーホン天狗は計画も失敗したし、ヘラクレスも殺せなくなったから悪事もしなさそうだけど。そこまでディズニーに詳しくないんだけど、ヴィランの改心みたいなのは書かれないのかな。まあすっぱり倒されてめでたしめでたしの方がやりやすい、わかりやすいのは確かかもだが。改心じゃないけど、トレジャープラネットのジョン・シルバーは夢と主人公への親心で揺れて親心が勝ったキャラだよ。
そこまで明確なヴィランじゃないけど、私時々レッサーパンダの毒親ママとかは会心に近いかな。一回大喧嘩するまで自分は命名のためを思ってやってるんだって心の底から思ってそうなの生々しいんだよね。若い頃のまま、赤髪メガネで真面目ちゃんっぽいところまで命名そっくりでたまらん。